ガーラ、湯沢駅は、新潟県南魚沼組湯沢町大技湯沢にある、東日本旅客鉄道の駅である、施設上は、越後湯沢駅で分岐する上越新幹線の支線の終点にあたるが、越後湯沢ガーラ湯沢間は、放置 JR 東日本社員の発案による、社内プロジェクトとして、上越新幹線の越後湯沢駅に隣接する、保線基地の裏山に開業したガーラ、 湯沢スキー場への利用客の輸送のために開業した。そのため、当期のスキーシーズンのみの臨時駅となっている。当初計画では、スキー場名、駅名とも、単に、ガーラとなる予定だったが、地元からの強い要望で、湯沢がついた。東京から75分で行けるスキー場として、民営化後の新規事業の中では、成功例と言える。駅舎自体が、ガーラ。 湯沢スキー場への玄関口となっており、駅舎にはスキーセンター川番画の愛称が付与されている。エントランスがある1階には温泉施設、SPA ガーラの湯、改札口がある2階にはチケットカウンターやスキースノーボードレンタルカウンターがある。スキー場へはゴンドラリフト、ディリジャンスで結ばれているほか、スキー場北エリアからの下山コース、ファルコンの終点でもある。なお、シーズンごとに 駅舎内の大規模なリニューアルを行うことも多く、案内表示やカウンターもたびたび変更、更新されている。開業の経緯から、駅としては、基本的には陶器のみの営業だが、JR 東日本がタイアップした映画、ジューブナイルの関連イベント開催などで、夏季に営業を行ったケースが数回ある。営業を行っていない、時期の越後湯沢ガーラ湯沢館は、 越後湯沢駅に発着する谷川の折り返し用に使用されている。同区間は信号システム上単線並列になっている。なお、下記には当駅周辺でトレッキング企画が行われているが、列車の運行はなく、交通手段は越後湯沢駅からのシャトルバスもしくは自家用車、タクシーになる。スイカ利用可農県からは離れており、改札口では 新幹線イ、e、チケットサービスのみ利用か。ただし首都圏からのスキー場利用客が多いため、川番が2階のショップやレストランでは、スイカショッピングサービスが利用できる。駅名及びスキー場名のガーラとは英語で祝祭を意味する。ガーラ、湯沢スキー場も含めて祝祭空間であることを強調している。そのため、駅員の一部は制服、制覇も、 JR 東日本の正規のものとは異なるものを着用している、島式ホーム1面2000の地上駅である、終着駅で全列車が停車するため、ホームドアは設置されていない。また、列車別改札を行っており、列車発着の15分前にならないと改札内に入場することができない、駅長配置の直営駅だが、越後湯沢駅が管理する、緑の窓口、 指定席券売機配置されている。駅舎はガーラ湯沢の施設と一体化しており、改札の目の前にスキー場の受付がある。2006年度に自動体外式所再動機が設置された。JR 東日本によると、2018年度の1日平均乗車人員は1065人で、ある利用客数1、近年の推移は以下の通りである。なお、スキー場が営業していない時期には、 当駅に旅客列車は乗り入れない。乗車券越後湯沢駅ガーラ、湯沢駅間は上越新幹線と一体化した運行体系であるが、法律上は在来線である上越線の支線となっており、新幹線車両が直接乗り入れる在来線の特急列車という扱いで、運賃のほか在来線の特定特急券が必要なだけの合計250円で乗車できる。 越後湯沢以外の新幹線駅発着の場合は、越後湯沢と上高駅間の特急券に0 0円、上乗せ、道区間は JR 西日本博多南線と同様の形態であり、事実上、日本で一番安く乗れる新幹線で、旅客案内上も上越新幹線で統一されている。東京駅越後湯沢駅は営業キロ2 0 0トル以内なので、 東京周辺との乗車券は東京山手線内発議となるが、ガーラ、湯沢駅は 200km を超えるため、東京特内発議となる。なおこの区間は普通列車が運行されていないものの、赤昌線や大本線などのような乗車券のみで、特急列車に乗車できる特例はないため、青春18切符、北海道東日本パスは利用できない。このため、 別途この区間の運賃と特定特急料金が必要となる。ガーラ、湯沢スキー場ガーラ、湯沢駅エチゴ湯沢駅、西口運賃無料、ナスパスキーガーデンガーラ、湯沢スキー場、宿泊施設を経由、所要時間は約10分。なお、スキー場及び駅営業時に限る。東日本旅客鉄道上越新幹線エチゴ、湯沢駅ガーラ、湯沢駅駐車区、編集出展。 編集、ありがとうございます。